こんにちは、安西です。今回はブルーティーのポータブル電源 AC70 を紹介していきたいと思います。この動画では簡単なスペック紹介と実際に使ってみた使用感などをレビューしていきたいと思いますが、もうね、先に感想を言いますと、めちゃくちゃ使い勝手のいい万能機といった感じですね。どのように使い勝手がいいのか、まずは購入時の内容物と簡単なスペックを紹介し、その後実際に車中泊で使用してみましたので、その様子と最後にメリットデメリットをお話ししていきたいと思います。はい、すでに開封した状態からいきます。内容物は説明書。これには保証書も含まれています。で、ケーブルとしてはコンセントから充電する用のケーブル。車のソケットから充電する用のケーブル。そしてソーラーパネルから充電する用のケーブル。あとこれはアース線を止める用のネジですね。充電端子は正面の DC 入力と側面の AC 入力があります。出力端子としては USB-A が2つ、その両サイドに USB-C も2つあります。それとコンセントも2つあり、DC 用のソケットが1つですね。中央の電源ボタンを長押しすると電源がつき、使用する接続端子に応じて DC、AC のボタンを押すだけというシンプルで簡単ですね。容量は 768Wh で、ポータブル電源の中では中型クラスの位置づけとなります。この 768Wh は、カタログ値で実際に使えるのは、ここから 20% ぐらい引いた、600Wh ぐらいになるかなと思います。この数値は、例えばスマホの充電回数で言いますと、スマホの機種にもよりますけれども、約35回分充電できる容量となっております。あと、例えば車中泊で電気毛布を使用する場合、大体電気毛布の使用電力が 40W ぐらいとしまして、そうすると約15時間電気毛布が使えるという計算となります。なので電気毛布を使っての車中泊は一晩は余裕で使えるという計算ですね。で、一度に出力できる電力、定格出力っていうんですけれども、それが 1000W なので、アウトドアで使用するような家電はほとんど使うことができると思います。もしかしたらドライヤーなんかは消費電力が 1200W ぐらいになってくるものもあるかと思いますが、この電源には電力リフト機能っていうのも備わってまして、消費電力が 1000W を超えるものを普通に使ってると、電源が落ちてしまうんですけれども、その電力リフト機能っていうのを使うと、その家電の出力を抑えて使うことができるという感じですね。なのでその家電の本来の力を発揮できないかもしれないんですけれども、使えなくはないといった感じですね。例えば 1500W の電子レンジを使おうと思えば使えるけど、出力は 1000W まで抑えられるといった感じになると思います。1年前にですね、こちら同じくブルーティーの小型ポータブル電源 EB3A を入手したんですけれども、こちらが容量が 268Wh で定格出力が 600W、電力リフト機能を使っても 1200W までという風でしたので、だから中型機だけあってかなりね、パワーアップしてる印象ですね。で、この中型機の AC70 のサイズが、幅が約 314mm、奥行きが約 210mm、高さが 256mm、で、重さが 10.2kg という風になっております。小型の方のね、EB3A の重さが確か 4.5kg ぐらいだったと思うので、重さは2倍を超えてますけれども、容量はね、3倍近くになってるので、そんなにね、気になるような重さサイズではないかなと思います。搭載されている電池は、今主流のリン酸鉄リチウムイオン電池を使っていまして、熱暴走を起こしにくく安全性があって、寿命に関してもおよそ3000回の充電サイクルが可能となっております。なので毎日バッテリー残量 100% から0まで使ったとしても約8年使えることになりますし、週1で充電して使ったとしても約57年使えるという計算になります。ちなみに小型の方は2500回の充電サイクルですので、そちらのね、寿命もパワーアップしておりますね。充電はコンセントからの充電で、950W に対応してて 80% までの充電が45分でできてしまいます。これはめちゃくちゃ早いですね。フル充電には1時間半となりますが、リチウム電池は 80% から 100% への充電が時間がかかるので、そういう仕様です。それでもこの中型クラスで1時間半で充電できるっていうのはめちゃくちゃ早いと思います。充電のモードもですね、高速モード、標準モード、静音モードとありまして、高速モードがね、その 80% までが45分という風なんですけれども、標準、静音と充電にかかる時間は長くなってはいきますけれども、静音モードはですね、本当に音が静かですので、家でね、ゆっくり充電できる場合は、静音モードで充電するのがいいと思います。あと便利な機能として、エコモードというものがありまして、こういったポータブル電源は AC 出力をオンのままにしておくと徐々にバッテリーが消費していって気がついたらゼロになっているなんていうこともあるみたいなんですけれども、エコモードにしておくと一定時間が経ったらオフにしてくれます。これもアプリで選ぶことができまして、例えば消費電力が 10W 以下の状態で1時間経つと自動的に電源が落ちるようにできるといった感じですね。その他簡易 UPS 機能があったり、保証期間が5年というところも嬉しいところですね。はい、それじゃあ実際に使っていきますけれども、僕がポータブル電源を使うのは、車中泊での登山遠征で、実際にこれを持って2週間のね、登山遠征に行ってきましたので、その様子をご覧ください。はい、それではですね、今から実際に10日間ちょいかな、車中泊しながら九州遠征の方をしていきたいと思います。途中でね、2泊ぐらいホテルに宿泊する予定があるんですけれども、そこではですね、あくまでスマホの充電ぐらいにしておいて、カメラ機材はポータブル電源で充電しようと思います。はい。で、僕の車の駐車場、家から歩いて3分ぐらいなんですけれども、やっぱりね、地味に10キロっていうのは、重たいですね。持ち運びできないわけじゃないんですけれども、ちょっとね、長距離になってくるとそこそこ重たい重量になってくるかなと思います。はい、ということで九州に向けて遠征中なんですけれども、1日目はですね、移動に使いまして、ほとんどね、機材は何も使わなかったので充電は何もしませんでした。で、岡山までたどり着きまして、2日目にですね、その岡山にある山を登りまして、いろいろ撮影とかしましたので、今その2日目の夜なんですけれども、広島のね、とある道の駅まで移動してきまして、今夜はここで車中泊したいと思います。で、バッテリーなんですけれども、今 100% の状態で、今日はですね、撮影に使った一眼のバッテリーと GoPro のバッテリーと、あとですね、パソコンもちょっと使いましたので、それを充電していきたいと思います。パソコンの方は AC ですね、コンセントつないでます。で、バッテリー2つの方は DC。はい。で、これで見ると、パソコンの充電で今 62W 使ってて、カメラ機材のバッテリーで 16W 使ってますね。早速 1% 減りましたね。多少減ってたのかな。はい、そんな感じでね、また明日起きてバッテリーどれぐらい消費したか見ていきたいと思います。それじゃあ、おやすみなさい。はい、おはようございます。3日目の朝となりました。昨夜充電してね、どれぐらいバッテリー消費したか見ていきたいと思います。じゃん。はい、83% となりました。17% 消費しましたね。うん、まずまずいい感じじゃないでしょうか。これだけいろいろ機材をね、充電して、この消費量なら、持ちそうですね。はい。それじゃあね、こんな感じでポータブルバッテリー使っていこうと思うんですけれども、毎日分ね、全部動画回してたらかなりの尺になってしまいますので、写真と消費バッテリーをまとめて載せていこうと思います。はい、その後もですね、登山をしながらの旅を続けたんですけれども、ちょっとね、天候に恵まれなくて、結局2週間のうち登山をして撮影できたのが5回しかありませんでした。で、その5回の登山の後は使用した機材のバッテリーを充電したり、スマホを充電したりとかして、最終的な残量は 57% となりました。まだ半分以上ね、余裕がありますね。10回ぐらい登山をしても余裕がありそうです。僕の場合、車中泊をするのに、電気毛布とかね、そういった暖房とかはね、使わないので、今回はほとんど撮影機材とスマホぐらいしか充電しなかったんですけれども、もっと短い遠征とかで使うのであれば、全然ね、電気毛布とかお湯を沸かすのに使ってもいいのかなと思います。はい、続いてはですね、消費電力 1250W のティファールでね、ちょっとお湯を沸かしてみようと思います。1250なので、定格出力の 1000W は超えてますね。はい、これを温めようとするとどうなるのかやっていきたいと思います。AC でスイッチオン。お。アウトプットが今、1280台。最初はね、多分、しばらくはいけるはずなんですよね。で、1000W を超えてるから、しばらくすると止まるはず。すごい、みるみるバッテリー残量が減っていきますね。今、53、52になりました。あ、止まりましたね。点滅してます。何かしらアラーム、警告が出てますね。はい。1000W 超えた状態で使い続けると自動的に止まるようになってます。じゃあね、今度は電力リフト機能を使ってやっていきたいと思います。アプリの方で電力リフト機能をオンにします。はい。この状態でじゃあ引き続きやっていきましょう。はい、そうすると、だいたい今1030前後ぐらいで推移してますね。こちらのアウトプットが。はい。なので、この状態ですと、ずっと使い続けられると思います。まあ、これは、電気ケトルのね、出力を抑えてやってるといった感じなので、沸かすのに時間は少し長くなるかなとは思います。はい、ちゃんと沸きましたね。まあ、1000W でも 1250W でも沸くのにかかった時間はそんなに体感としては差がないように感じました。といった感じで電気ケトルは問題なく使えます。はい、続いてちょっとドライヤーでも試してみたいと思います。AC を押して、こちらもね、最大 1250W の消費電力のドライヤーとなっております。はい、ではスイッチオン。まずこれは、クール、冷風ですね。75W。あ、こんなもんしか使わないんですね。はい。次、セット。ちょっと温風が出るやつですね。580ぐらい。で、最後、ターボ。あー、いきますね。1170台。まあ、今これマックスですけれども、どれぐらいで止まるかな。1分ぐらい出し続ければ男性の髪の毛は乾きますね。はい、今ですね、結構長い間使ってたんですけれども、全然落ちることはありませんでしたね。1200以下ですとなんとかいけるということかな。はい。まあでもね、バッテリーの方に負荷がかかってしまいますので、1000W を超えるものはね、電力リフト機能を使った方がいいかなとは思います。まあでもね、やっぱり中型機だけあってかなりパワフルだという印象はありますね。はい、ということで、ここまでブルーティーのポータブル電源 AC70 を紹介してきましたけれども、僕が感じたメリット、デメリットをお話ししていきたいと思います。まずメリットなんですけれども、もうここはね、やっぱり中型機ならではの使い勝手の良さだと思います。先ほど少し紹介したんですけれども、小型の方のね、ポータブル電源も持っているんですが、そちらはですね、まあ小さくてね、小回りや持ち運びはね、簡単でいいんですけれども、やっぱりね、容量が少ないこともあって、車中泊の旅にね、連れ出すと、本当に2、3日でね、容量がなくなってしまいますので、長期の旅には向いてないですし、もしね、何かしらの災害が起きた際に、ちょっとね、容量が物足りなく感じるかもしれません。で、またですね、この中型機よりもさらに大きいサイズになってくると、今度はね、かなりね、重たくなってしまうと思うんですね。今、こちらが10キロぐらいなんですけれども、まあ、10キロであればね、ギリギリ女性でも持ち運びできるかなっていうぐらいの重さだと思うんですが、大型クラスになってくるともっとね重たくなって、それこそ台車がないと運べないぐらいになってくるようなサイズ感のものはありますので、ポータブルっていう言葉に当てはまるバッテリーとしてはもうこの中型機までかなと思います。まあ、でこの中型機ですとね、この AC70 ですと容量もね 768W で結構ね申し分なかったです。もう車中泊で撮影機材とスマホ充電するだけであれば本当にかなり余裕はありましたし、もっとねガシガシパソコンも使いますよって人にもおすすめだと思いますし、長期のね遠征じゃなくても 2,3 日の車中泊とかであれば電気毛布とかも使えますし、キャンプなんかに持ってってもかなり使い勝手はいいと思います。それこそねキャンプは小型ですと容量がちょっと足りないだろうし、大型だと持ち運びが億劫になるという感じで、やっぱりねこの中型機が一番バランスがいいと思います。でこの中型機もね他にもいろんなメーカーが出してていろんなラインナップがあると思うんですけれども、このクラスで定格出力 1000W っていうのはなかなかないですし、充電速度もねトップクラスだと思います。充電サイクル3000回という寿命もねかなり長いと思いますし、さすがねポータブル電源の大手であるブルーティーの製品だなと思います。結構ねいろんな比較サイトを見てもですね、このブルーティーの AC70 をランキング1位ベストバイという風に上げてるサイトが多くてですね、まあ、僕だけじゃなくてねいろんな方々が自信を持っておすすめしてる1台かなと思います。はい、一方でデメリットなんですけれども、ちょっとね僕が使った感じではデメリットは見受けられませんでした。はい。それほどに満足度の高い製品となっております。はい。ということで今回はブルーティーの中型クラスのポータブル電源 AC70 を紹介してきました。僕自身ね、初めての1台は同じブルーティーの小型クラスの EB3A というのを使ったんですけれども、まあ、やっぱりね、小型ということもあって、物足りなさを感じる場面もね多々ありましたので、今回ねワンランクステップアップとしてね中型機を手にしてみましたけれども、本当にね使い勝手のいい1台で非常に満足しております。車中泊やキャンプなどのアウトドアにもおすすめですし、災害時などねいざという時にも持ち運びが容易にできて容量も申し分ないというサイズ感で、家に備えておくには最適な1台かなと思います。もしね、ポータブル電源、中型機でお探しの方がいましたら、このね、ブルーティーの AC70 を買っておけば間違いないので、ぜひ検討してみてください。はい、それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。